優勝戦1号艇浜崎直也選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。予選トップ通過、昨日も逃げての1着ということになりました、はい、現状仕上がりとしてはどんな仕上がりになってますか？そうですね、昨日はちょっと湿気で、回転足りないかなと思いましたけど、はい、まあ、それを除けば別に、気になるとこはない、いい仕上がりだと思います。あ、そうですか。特にご自身の中でいいなと思う部分はどのあたり？まあ、行き足伸びですかね、はい、そうですか。スタートのしやすさというのもありますか？そうですね、スローだったら特に、感動にいけてると思います。今日の優勝戦に向けてやっておきたいことというのはありますか？まあ、特にないですね、はい。じゃあもう本当にわずかな微調整で、もう何もしなくていいのかなと思いますけど、まあ、乗ってみての判断ですね。はい、わかりました。それでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、ベストを尽くして頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝戦2号艇森勇輝選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日の準優勝戦一幕、いいターンになりましたか？いいターンになりました。はい、あのご自身が求めていた調整ができましたか？いや、求めていたのとはちょっとちゃうんですけど、そうでしたか。パンチを求めていったんですけど、なんかバランス取れた感じになって結果良かったなと思ってます。あ、そうでしたか、はい、あ、じゃあ結果いい仕上がりで準優勝戦は臨めましたか？一番そうですね、節感通して良かったと思います。改めまして、今こう現状船足でしたり、あの気力としてはどんな評価になりますか？あ、でも多分全体的に見てもええ方やと思いますし、特に行き足伸びに関してはいいと思います。あ、そうですか、はい。そのあたりちょっとスタートを全速で行くと覗くような雰囲気もありますか？全速では行きたいなと思ってるんですけど、昨日もちょっと一回放って、ちょっとあんまりまだ掴めてない感じなんで、ちゃんと修正したいと思います。そして輸出としては今年は初輸出ということになりました。はい、お気持ちのほどはどうですか？いや、普通にめっちゃ嬉しいです。そして初優勝も目指す戦いということになりますね。はい、もちろん目指します。はい、わかりました。それではもう一言ゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、挑戦者の気持ちで優勝目指して頑張りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。優勝戦3号艇古川雅之選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦、本番は3コースからのレースということになりました。まあ、ここはもうスタート展示から動こうという判断でしたか？そうですね、はい。気足関係などはいかがですか？スリットに向けてというのはそんなに良くないですね、はい。あ、そうなんですね。レース道中の雰囲気というのはどうなんでしょうか？全然良くないと思います。そうですか、はい。あの気になる部分というのはどのあたりなんですか？全部良くないと思います。そうですか。じゃあ今日優勝戦に向けてというのは何かこう作業していきたい部分、求めていきたい部分というのはありますか？まあ、プロペラをちょっと叩き替えて、いこうと思います。はい、これはもう全体的な底上げを狙ってということになりそうですか？はい、はい、わかりました。今の段階では今日は進入に関してはいかがお考えですか？まあ、ちょっと荒れるかもしれないんで、まあ、枠は譲らないようにいきたいと思います。はい、わかりました。それでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、精一杯走ります。優勝戦4号艇金田聡選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦はチルトをゼロにしてのレースとなりました。そうですね、伸びられるんで仕方なくしました。あ、はい、そうでしたか。はい、その中で道中も接戦でしたけれども、感触はいかがだったんでしょうか？まあ、あんまり、ね、成績以上に感触は良くないですね。はい、そうなんですね。気になる部分というのはどの部分なんでしょうか？やっぱ行き足から伸びですかね。はい、その行き足から伸びということでスタートに関してはいかがなんでしょうか？まあ、前期一本持ちでね、まあ、勤務始まったばっかりなんで、まあ、そんな無理しない程度にはいけてるかなと思うんですけど。わかりました。さあ、それでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みお願いいたします。一生懸命走ります。応援お願いします。優勝戦5号艇住谷健吾選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日の準優勝戦は1マークまくり出して2着ということになりましたけれども、はい、現状は仕上がりとしてはどんな仕上がりになっていらっしゃいますか？日増しにプロペラが合ってきてくれて、はい、あの十分、勝負になる足だと思います。あ、そうですか。では枠に関係なく十分勝負になりそうですか？そうですね、はい。今日の優勝戦に向けてもそんなに大きな調整は考えていらっしゃいませんか？そうですね、あの気圧がちょっと低くなってるんで、はい、そこら辺注意しながら調整していきたいと思います。はい。そしてスタートに関しては今節は届き具合、ご自身の勘と比べてというのはいかがですか？勘通りなんですけど、ちょっと展示との誤差があったり、
まあ、着終わり着始めとかそういうのもあって、はい、なんか落ち着いちゃったタイミングですけど、はい、そうなんですね、はい、スタートのしやすさなどはいかがなんですか？もうそれも当然あります。はい、そして今日は5号艇ということですけれども、はい、今の段階では角谷選手進入に関してはいかがお考えですか？まあ谷川君がね動いてくるようだったら、うん、僕6コースになっちゃうので、はい、それだけは避けたいので、はい、まあ流動的になると思いますけど、はい、はい、じゃあまたそこはきっと離れ出てみてというところになりそうですね。そうですね、はい、はい、わかりました。それでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、はい、しっかり走ります。応援よろしくお願いします。優勝戦6号艇谷川雄一選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の前半まではほとんど何もしていないということでしたけれども、はい、昨日の準優勝戦に向けては何か作業なさったんですか？いや、それも特にしてないです。あ、そうだったんですね、はい、準優勝戦は2マークで逆転での2番手ということになりましたけれども、はい、そうですね、まあ、道中ちょっともつれて、はい、今現状仕上がりとしてはどんな仕上がりになっていますか？まあ、ちょっと、まあ、冷えれば周り足系で、まあ、暖かかったら伸び系かなと思ってるんですけど、はい、昨日はちょっと湿気があった中でしたが、昨日の準優勝戦はどんな感じだったんですか？いや、でも悪いところもなくて普通に乗りやすかったです。あ、そうですか。今日6号艇ということですけれども、はい、進入に関しては今の段階ではいかがお考えですか？はい、そうですね、まあ、自分は6コースに似てるタイプではないんで、はい、まあ、ちょっと狙っていきたいと思います。そのあたりピット離れに関してはどうですか？ここまで離れは別にいいっていうわけじゃないですね。スタートに関してはイメージ通りのスタートはいけてらっしゃいますか？まあ、ちょっとイメージとはずれてるんですけど、はい、まあ、そんなに大きくはずれてません。はい、スタート展示からちょっとね注目させていただきたいと思います。はい、一生懸命頑張ります。はい、それでは最後にゲストの皆様にもう一言メッセージお願いいたします。はい、優勝を狙っていきますんで応援してください。お願いします。